和光靴は中華人民共和国官縮省、敦光市の近郊にある仏教遺跡。千仏堂、敦光石窟とも、4世紀から約1000年間、元の時代に至るまで掘り続けられた。大正492の石窟に彩色素像と壁画が保存されており、仏教美術として世界最大の規模を誇る。1900年に頓光文書が発見されたことでも有名。 1961年に中華人民共和国の全国重点文物保護単位に1987年にユネスコの世界遺産に登録された。運航石窟、龍門洞窟と共に中国三大石窟の一つに数えられる。文殊菩薩という今古寺の対面、159窟、長県の西々遁煌市の東南 25km に位置する。 名佐山の東の断崖に南北2600メートルに渡って掘られた、抜港靴、西線仏道、安静に入れ林靴、水京口靴など600余りの洞窟があり、その中に2400余りの仏塑像が安置されている。壁には一面に壁画が描かれ、総面積は4万5000平方メートルになる。トン石靴、トンコ仏道といった場合、 講義ではこのすべてを含むことになるが、歴史、規模、内容すべてにわたって、抜光靴が圧倒しているために、頓工石屈、頓工千仏道といった場合でも抜光靴のことを指すのが普通である。作られ始めたのは、五後十六国時代に頓工が全身の支配下にあった時期の三百五十五年あるいは三百六十六年とされる。仏教像。 ダクソンが掘り始めたのが最初であり、その次に法領、その後の現代に至るまで千年にわたって掘り続けられた。現存する最古の岩屋には五世紀前半に、ここを支配した北梁の時代の魅力菩薩像があるが、両足を交差させているのは中央アジアからの影響を示している。それ以前のものは後世に新たに掘った際に潰してしまったようである。岩屋のうち北部は、 後人の住居となっており、ここには仏像や壁画はない。壁画の様式としては、五個16国北領続く北紀時代には、西方の影響が強く、仏殿、本章丹、仙仏などが描かれ、北州、随唐時代になると、中国からの影響が強くなり、釈迦説法図などが描かれるようになる。期間的に最も長い塔がやはり一番多く225の岩屋が、 東大のものと推定され、次に多いのが、随大の九十七である。北宋から聖火支配期に入ると、トンの価値が下落したことで数も少なくなり、聖火大のものは二十、次の現代のものは七と推定されている。この頃になるとトンは、全くの錆びれた都市となっており、特に1372年に完成した、過国籍を設置以降、関の外に置かれた。 バッコクツは忘れられた存在となる。このバッコクツが再び注目を浴びるのが1900年にオーエンが頓光文書を発見したことによってである。アメリカのラングドンオーナーが調査のためにバッコクツを訪れたのは1924年だが探検隊が壁画を剥ぎ取った跡がある。詳しくは頓光文書の項を参照。 しかしその後もバッコー工ツ自体にはあまり注目が集まらず、その価値が認められ、保護が行き届くようになるのは中華人民、共和国成立以後のこととなる。ユネスコ文化遺産の登録基準をすべて満たしている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。見学はすべて日時予約制となっている。 旅行代理店での予約やネット等の事前予約を行わない場合、チケットは市街地にあるトンコーシクバッコークツ参観予約周票中心か、市街地とトンコー駅の間にあるバッコークツ数学展示中心でのみ発売している。チケットは通常期と12月1日から3月末日までの換算期でコース内容や価格が異なる。また、外国人で 英語や日本語等のガイドがつく場合は、通年取人当たり20元のガイド代がプラスされる。もちろん外国人が中国語ガイドを選択することもできる。外国語ガイドのつく見学の予約可能時間は、回数が限られている。特に通常期は当日予約では、ほとんどの時間が予約済みとなっていることがある。特に A コースは1日6000人限定であるため、 ピーク時には早くから売り切れることがある。見学は予約時間にまず、バッコークツ数学展示中心に行くことからスタートするが、ここへは市街地のトンコーヒン館の南側から出るトンコー駅、トンコー空港駅の12素地バスで向かうか、タクシーを使うことになる。バッコークツ数学展示中心で映画を見るコースでは、トンコーとバッコークツの歴史を紹介する立体映画、千年。 バッコウとバッコークツの壁画を紹介する全編集映画の無限不ッツグという二種類の映画を見た後にバッコークツに専用バスで向かうことになる。バッコークツ数学展示中心にはバッコークツの特別靴のレプリカもありバッコークツに行かないコースの観客には貴重な存在である。バッコクツでは中国人は中国語ガイドに外国人はそれぞれ予約した言語の外国語ガイドに 連れられて、石窟の見学をする。40ほどある一般窟のうちどの石窟を見学するかは、ガイドがその時の各一般窟の混雑状況などを勘案して決定し、旅客側に決定権はないが、16.17窟や96窟はほぼ見学する。基本料金で見学できる石窟の他に、一箇所あたり100元から500元の別料金で、 特別靴と呼ばれる有名な石窟が10カ所ある。石窟の見学後にガイドから離れて、石窟文物保護研究陳列センター、トン増造度陳列館、トン研究院市陳列館、トン研究院美術館を見学後に専用バスで、抜工靴数学展示中心に戻って、解散となる。約百数十冊あり、以下に挙げているのはごく一部である。ありがとうございます。